Hooray!
どちらまで行かれますか。それでは出発いたあなたか。ごめん、お店勝手に使わせてもらっちゃった。ええ、どうしたの？何か聞くことがあったんじゃないの？いや。そう、関西に帰るのか。ええ、あんなことがあったばかりだからママのことが心配なの。大阪までは一緒に帰ってあげたいの。ああ、そうした方がいい。なんか大変な時に逃げ出すみたいで悪いわね。いや、こっちのことは心配するな。そうね、もうあなたの身辺保護も必要ないみたいだしね。やだ、ごめんなさい。お前、怖いの。え？これ以上事件のことを調べるのが、初めてそう思った。あれだけ知りたかった私の過去、どんな事実でも受け入れられると思ってた。でも아나타노있다도리요네やっぱり辛くなっちゃった。でももうやるしかないのよね。大丈夫だ。え？どんな結果であろうと、俺が全てを受け止めてやる。だから何があっても帰ってこい、この町に。
ね。ん？何？ああ。おお、来たか。カズキ。キリュウさん、すいません、お呼び立てして。いや、それより体の方は大丈夫なのか。ええ、もう大丈夫です。カズキ、すまなかったな、こんな目に遭わせちまって。いえ、伊達さんには助けてもらったんです。何言ってるんだ。いや、本当です。私をあの組織から救い出してくれたんですから。どういうことだ。実は半年ほど前から私は監禁されてたんです。半年も？え、じゃあ店にいた和樹さんは。ああ、あれは俺じゃない、例のもう一人の男だ。最初は俺も信じられなかったよ、自分そっくりの人間がもう一人いるなんてな。その男は韓国人でした。人言派の連中か。そうです。店先で急に襲われたと思ったら半年間も監禁される羽目に。じゃあ奴らお前を利用して俺たちをはめようと。おそらく。桐生さん、伊達さん、奴らとんでもないことを話していました。なんだ。監禁中に知ってしまったんですが、奴らはこの街を破壊するつもりなんです。どういうことだ。爆弾は一個じゃない、すでに多くの爆弾がこの街に仕掛けられているはずです。え？奴らは着々と準備を進めてました。爆弾の場所は？ただ数はわかります。いくつだ。連中は言ってました。26年前殺された恨みの数だけの爆弾を用意したと。キリュウ、確か例の事件で死んだ人間は33人だ。爆弾は全部で33個。一つがミレニアムタワーの爆破、そしてもう一つが昨日倉橋が準備したものだとすると、残りは31個だ。キリュウ、俺は警察に事情を話して爆処理を発動できるように要請する。爆処理？爆発物処理班のことだ。たとえ爆弾が見つかったとしても専門知識がなきゃ処理することはできんからな。わかった。
ああ。ええ。それでは出発いたします。31個の爆弾だって？はい、でも大丈夫です。爆弾の件に関しては伊達さんが警視庁に掛け合ってます。今俺たちにできるのは町を合流会から守ることです。そうは言っても主だった幹部は殺されちまって、組員は浮き足立ってまとまりがつかない状態なんだよ。柏木さん、どれくらい兵隊を集められるんだ？そうだな、神室町周辺の組織に声をかければ300ぐらいはなんとか。柏木さん、その300人俺に預けてくれ。すぐに招集をかける。登場会のために立ち上がってくれるんだね。親父や風間のおじきが体を張って守ったこの町を合田龍二のような奴に好きにさせたくねえ。合流会を返り討ちにしてやる。大吾、お前聞いてくれ。いいか、これは登場会だけの問題じゃねえ。関東の極道組織の存亡をかけた戦いだ。俺たちはこの町と共に生きてきた。世間様から痩せれば綺麗事かもしれねえが、俺はこの町が好きだ。だから世話になったこの町に恩返しがしたいんだ。天下の登場会の組員として体張って合流会の神室町進行を食い止めようじゃねえか。これで大吾は誰もが認める登場会の跡目ですね。俺だ。分かった、すぐに西の河原へ向かう。どうしたんだ？伊達さんからだ。何か問題があったらしい。ああ。それでは出発いたします。行くぞ。もうすぐ着いた。
くぞ。こっちも、こっちも、何があったんだ。警視庁は今回の一件動かないようだ。何だって。伊達は例の事件の容疑者だったんだ。そういう人間の情報は信用できねえってことなんだろう。それに31個の爆弾が仕掛けられてるってのも和樹の証言だけだ。昔から警察ってとこは証拠がなければ動かねえ。分かってはいたんだが、こうも門前払いを食らうとはな。それじゃあ、カムロ町を救う手立ては何もねえのか。俺たちでやるしかねえな。300人の組員、爆弾処理に回すんだ。合流会はどうする。俺が相手になる。一人でか。この広いカムロ町で31個もの爆弾を探すのは簡単じゃねえ。町に詳しい登場会の連中は全員そっちに回った方がいいだろう。だから合流会は俺が何とかする。わかった。しかし31個か。せめて場所だけでも分かればな。ここのシステムが残っていれば増産もねえんだが。揃って不景気な面しとって。真島の兄さん、ギルちゃん、絶体絶命のピンチって感じやな。おりゃ、邪魔や、どけどけ。おりゃ、ありゃ、どうしたんだ。ここのシステムが必要や言うたやろうが。うわりゃ、なんでやねん、なんで動かへんねや。うわりゃ、おいおい、大丈夫か。うわりゃ、やめた方がいいですのか。うわりゃ、うわりゃ、いや、動けやこら、動けやこのボケ。こんなこともあろうかと俺がメンテナンスしとった家。ほう、大したもんだ。ま、ほんまはこれでボロ儲けするつもりやったんやけどね。助かったぜ、真島の兄さん。ほら、あんたの出番やで。伝説の情報屋はん。おう、これなら爆弾の場所を特定できる。あとは任せたぞ。ああ、
おい。ああ。
ゆえ、何の関係もない人間に手出しやがって。お前らの狙いは俺だろ。その通り。ここなら確実にあんたに会えると思うとったんや。ずいぶん手間かかったみたいやないか。龍二。おお、ええー、つらい。それでないとやりがいがないっちゅうもんや。よっしゃ、思う存分暴れたれ。倒しても本物の竜にはなれん。それにあんたには他にやらなあかんことがあるやろ。なんだと。爆弾の処理。お前が人工派を使って仕掛けたんじゃねえのか。あれは人工派勝手にやったことや。関係ない。わしもこの町傷もんにされたら困んねえ。何を言ってるんだ。いずれカモロ町はわしの町になる。綺麗なまま引き渡してもらわんと価値が落ちてまう。龍二、全部事を済ませたらわしんとこへ来いや。逃げも隠れもせん。この町で一番高いところであんたを待つ。分かった。今度は一切の邪魔はなしや。差しの勝負や。ああ、
どうだ、少しは落ち着いたか。ねえ、交流会相手によく戦ったな。いや、俺も和樹さんもこの街がなけりゃ今の自分はなかったんです。だからカムロ町に攻め込んでくる奴は許せないんです。けど俺は奴ら相手に何もできなかった。そんなことはない。体張って店を守ろうとしたじゃないか。桐生さん、お前たちは毎日一生懸命働いている。立派なもんさ。それがカムロ町の力になってるんだ。それに引き換え俺はこんな時にしか役に立たない男だ。一人で病院へ行けるか。はい。大吾、合流会の仕業か。ああ、だが兵隊は全部片付けた。じゃあ合田隆二はやったのか。いや、あいつとの決着だけが残ってしまった。そうか。爆弾の方はどうなった。30個は解除できた。今最後の一つを真島のおじきが解除してる。真島の兄さんが。次は青やな。はい。なんや、腹の調子でも悪いんか。いや、故郷に残してきたお袋のことを思い出してしまって。なんでおかんと爆弾が関係あるんや。いや、お袋一人暮らしだから、自分にもしものことがあったら。せやからこうして解除しとるんやろうが。でも親父、これでこの配線を解読できるんですか。アホか。俺がこないなごちゃごちゃしたもん分かるはずないやろが。せやけどやらにゃしゃあないからこうやって勘を働かしとるんやないか。勘？勘なんすか。なんやお前、俺のこと信用しとらんのか。いや、そんなことはないっす。それなら早よやれんけ。はい。あ、親父、最後の2本です。あ？面倒や。どちらにしようかな。神様の言う通り。決まった。赤や。親父、生きるか死ぬかの選択なんです。もうちょっと真面目にやりましょうよ。うっせえボケ。もう赤に決まったんや。それ貸せや。にひん。嫌な夢ね。よし。え？嘘。
何？ああ。はあ。行くぞ。哼。